令和2年1月の4日、初走り氷川神社の裏にいます。駐車場待ちの列がすごいです。今日はそこが見えてる鎌北湖へ行ってみたいと思っています。結構向かい風ですよ。帰りは漕がずに帰ってこれるかも。行きます。水がきれいなおっぺ川です。訂正、水のきれいな新河岸川です。今日も来てみたんですけど、まだ材木の飾りはありません。目の前に富士山です。そして目の前から風が来ます。これが川越の焼却場に隣接したスポーツ施設ピコアです。車がいっぱい来てます。これから山を登るんです。 Google の徒歩モードで来たら激しく里山歩きでした。かなり面白かったです。いい匂いがしたらロウバイでした。あとは一本道。新年のぼり染め、鎌北湖です。気持ちのいい里山です。山あいに入ったら風が若干止んできました。山が遮ってくれるんだと思います。今日はここまで、休憩なし。川越から25キロ余り。ただ徒歩モードで来たので、激しいくねくねの農家の庭先をかすめて走るようなルートでした。あとちょっとです。あの建物のところが鎌北湖。到着です。ここが鎌北湖です。今の様子はこんなです。これが見たくて今日は来ました。今日もおにぎりチンしてカエル入れて持ってきたら全然あったかいってフーさん言ってます。あったかいよ。どれ？あ、全然あったかい、全然あったかいです。鎌北湖でおにぎり、うん、まだあったかくておいしい。全然景色が違います。こんなに深いとは知りませんでした、ね、カステラ1番、電話2番、3時のやつは文明堂です。いただいて、よいしょ、見ます。文明堂のカステラ食べてみる。おいしい。最後はみかん。最近ちょくちょく鎌北湖に来てる気がします。でもこの湖、来るたびに症状が違うのがすごいですね。なんか杭みたいのがあります。めったに見られない鎌北湖の底です。あそこから沢になってます。流れ込んでる。ちょっと下まで降りてみました。この景色はないですよ。
上に戻ります。こんなです。こんな感じですよ。